ようやく顔出し、ごめんなさい、お待たせしました。顔がむくみすぎてやばい。愛知のいちごさん、くまちゃん、ありがとう。お仕事頑張って。パパのパジャマが洗濯機の上に置いてある。
よし、メイクをしないと。今日も10時15分までにちょっとメイクを終わらせます。着ようと思ってた服がないんだか。あれ？あれ？なんで？よいしょ。あったん。寒い。Google、今日の東京の気温は？今日の東京は最高気温13度、最低気温2度の予想です。2度？2度って何？え、2度って何？寒すぎない？嘘でしょ。私鏡どこやったっけな。ではメイクをしていきます。え、まだ東京はさ、マイナスって聞いてないね。なんか鏡が毎回なくなるんだけど。ああ、768日連続ありがとうございます。え、鏡なくなった。あ、ブー君おはよう。タワーありがとう。
ちょっともうちょっとメイクしてからお礼させてください。え、あったあった。なんであんな遠くに鏡あんだ。よいしょ。よし、では55分まで私はメイクを集中して進めていきたいと思います。今日も8時間稽古です。頑張らないと。何にもメイクしてないのにさ、下まつげから始めるっていうね、新しい。やばい、アラーム鳴っちゃった。めんどくさ。もうよいしょ。メイクをしていきます。スタバのほうじ茶フラペチーノいつまで飲めるんだろう。はいはい、あの子は特別です。鼻からおまけです。お星様の引き立て役 P です。眠い。なんか昨日3時半とかまで寝れなくて、誰かのこと誰かを好きになる。
なくてさ、嘘か本当か。また一人落ちる、また好きにさせる、誰もが目を奪うんだく、君は完璧で究極な愛と五輪際現れない。私今月劇場公演1回だけ出れます。その1回がいつ来るのかお楽しみに。美容院行きたい。役がさ、この今回の舞台の役が髪の毛が明るい色の役で、だからわざと明るくしてるんですけど、明るくしてるっていうか落とし抜け、いつも抜けないように気をつけてるけど、抜けた方がいいかなと思って抜かしてるんだけど、舞台終わったらすぐに千葉テレビのドラマ撮影があるので、新公演のレッスンいつから始まるんだろう。私が知らないだけでもう始まってるとかある、もしかして。え、そんなことないよね、大丈夫だよね。私が舞台稽古に行っちゃってるからどうせ来れないでしょってことで連絡来てないわけないよね。新公演のリハ始まってるって言ってるメンバーいないよね、大丈夫だよね大丈夫？私忘れられてない？ゆいりんさんのさ公演もあるじゃん。あれみんなすっぴんに自信があるの？だって、え、どういうこと？すっぴんに自信ある人なんていんの？すっぴんに自信あるのなんて橋本環奈さんと広瀬すずさんレベルでしょ。うわ、アイシャドウが今ここにない。
それは誰からも聞いてないだって。じゃあ大丈夫だ。 AKB メンバーが誰も言わないわけがない。絶対に新公演のリハ始まりましたってなっている。なんか舞台の本番終わってからレッスン行くっていう毎日になりそうだな。なんか眉毛すごい間違えちゃったよ。もうあやばいやばい、バンされちゃうかも。音楽だから。唇の色な。はい、あの子は特別です。鼻からおまけです。あー最悪。待って、また歯磨く前にリップやっちゃった。もう癖、歯磨く前にリップやっちゃうの。
ようございます。なんか今日顔ブサイク。え、なんかブスなんだけど。あれ？どうした？なんかいつもと顔違くない？パンパンじゃない？え、なんかめっちゃブス。昨日もそんなこと言ってなかったって。昨日は言ってない。すっぴんだから。すっぴんはもう諦めてる。一昨日言ったかも、メイクしながら。あ、もうじゃあそうなんだ。もう崩れたんだ、ただ単に。そういうことだ。なんか家でメイクすると本当に可愛くないんだよね。仕事場でね、楽屋とかさ、劇場公演とかコンサート会場、楽屋とかでメイクすると絶対漏れるのに、何なんだこの家でメイクしたら漏れないの。同じメイク道具使ってんのに。気持ちの問題かな。よし、髪の毛をやりに行くか。
にブス。どうしちゃった？なんか目ちっちゃくなった。どうしたの私のお顔。もうちょっとなんかいけてなかった。彼にメールをする？やばい？彼にメールをする？は？は？何の話？彼なんていねえよ。喧嘩売ってんのか？彼氏いない25歳に喧嘩売ってます？ちょっと。受けて立つぞ。今さ、髪の毛のやつさ、してから寝るようにしてるんだけど。寝る前に髪の毛、なんか覆い込みみたいなやつやってから寝るようにしてるんですけど、めっちゃいい。超いいわ、これ。サラサラ、しないとしたとで全然違う。めっちゃいい。あお！失礼しました。あと10分で家を出ないといけない。
今さ物音してワオって言ったからさ、切り裂きジャックの歌が頭から離れない。なんかぶりっ子の役ではないんだけど、可愛い気持ちを作るためにツインテールしてます。最近ツインテールするとなんか可愛らしい気持ちになれる。今寝るときにこれつけるようにしてるの、頭に。本当にいい。ちょっとお姉ちゃんがつけてて、つけなって言われて、でつけ始めた時は別に変わんなくないと思ったんだけど、すごい変わる。天才。つける日、つけて寝た日とつけないで寝た日、髪質全然違う。髪の量減ったように感じるもん。もはや
んか前髪伸びたな。待って、私15分までって思ってたけど、今日何曜日だっけ。20分までだわ。いや、やっぱ15分までかも。あれ？なんか時間変わった。なんだよ、やっぱ15分までやないかい。お礼をさせてください。じゃーん。あ？なんかもうダメだ、この携帯ほんと壊れてる。時間がない。よし、ありがとうブーくん、メイクがだいぶできたよ。
行ってきます。ありがとう。なんか今日いつもより乗るあれが早かった。ではちょっと、もうめっちゃ汚くて怒られそう、ママに。では急いで行ってまいりたいと思います。ありがとうございました。